おはようございます。おはようございます。こんにちは。お久しぶりです。本当に今日はようこそおいでくださいました。大変そうになります。はい、国文学研究資料館には、はい、千年にわたる日本の古典籍、明治時代より前に作られた書物を大量に保管してるんですね。大切にそれをまあ保存し整備をし、はいはい、まあ、世界中の研究者たちが使えるように発信をしてるんですね。2万点以上の貴重な資料があります。でそれがどういう資料かということをちょっとここで見ていただきたいと思います。はい、ここにあるのが、はい、ある研究者が生涯をかけて集めた古典籍で、はいはいはい、いろんなそのジャンルのものがありますけれども、例えばこれを取ってみますと、はいはい、18世紀に江戸で出版された書物ですけれども、はいはい、こういうふうに崩し字で書かれてますね。はいはいはい、風流指導権伝という、はい、実際に18世紀の江戸で活躍していた、講釈師の話を、まあ、いろいろ脚色して書いてるんですけれども、そうです、ね、絵がたくさん入ってるんです。あ、素敵ですね。これどんな物語でしょうかね。そうですね、この指導権がいろんなところに、うん、呼ばれて、いろんな話をしますけれども、かなりちょっとめちゃくちゃな人でして、いろんな面白いエピソードがあって、江戸らしい人ですね。はい、やっぱりこう現代の活字で見るのと印象が違いますでしょ。はい、違いますね。はいはい、ご覧になってどうですか。いや、とても素敵ですね。その世界観が伝わってきますよね。うん、すごいなんかワクワクしますね。この次これ訳しましょう。あ、お願いします。はい、いいですね。これは翻訳されてませんので。あ、そうですか。はいはい、そうですね。ここにまあ、古典籍を2点、はい、書庫の中から取り出してきましたけれども、荻野草子という作品なんですね。中世後期から近世の前期にかけて盛んに制作された絵と文字を一緒にしたものなんですね。その草子を一つのジャンルの名前として荻野草子というものがあるわけですね。これは当時実際の扇絵を見せて画題の和歌を当てる遊びっていうのがあったんですね。その遊びが行われていたことを、まあ、背景に制作されたというふうに先行研究では言われているわけですね。まあ、いろんな歌があるわけですけれども、中には万葉集ですとか牧野さんが翻訳されて伊勢物語もありますし、源氏物語などに読まれたとても有名な古歌、まあ、名歌をはじめ謡曲ですとか狂言ですとか、おとぎ草子に見えるような同時代の伝承歌と言われるものも収められているわけですね。非常にこう古典的な、すごい格調の高いものもあれば、もう遊びにもういっぱいのものも、同時代も混ぜ混ぜになっているところが面白いですね。こちらの方の小さい小ぶりの巻物を一緒に見ていきたいと思うんですけれども、縦18センチ。とまあ、通常の絵巻の半分ぐらいの大きさの小絵、小さい絵というふうに読んでいるわけですけれども、まあ、絵巻物の荻野草子がここに目の前にあるわけですね。とても綺麗ですよね。美しいですね。美しいですね。状態もとても素晴らしい。そうです。くっきりと色も文字も本当に飛び出るように綺麗に残っているわけですね。全部すべて綺麗にフラットに並べるのではなくて、扇流しのようにですね、傾きを持たせたり、こう黒、動きがありますね。そうですね、はい、こう黒骨ですね、この扇の、はい、骨をですねつけた線面がだいたい30図、30点が全部広げるとあるわけですね。で対応する和歌が外側に、一面に対して一種、それも30種あるわけですね。とてもおおらかですね。画風がとってもこうゆったりと素朴なものですけれども、よく見ますと髪がですねとっても上質の鳥の子髪、それを両親に金鈴ですとか銀鈴ですとか炭をふんだんに使った豪華な絵巻なんですね。いかがですか、ご覧になって。遊びの感覚と教養の結びつきがとても素敵ですよね。はい、一般に広める王朝だけではなく、はい、その方の、美学というか、はい、教養の身につき方が、はい、
とても素晴らしいと思いますね、はい、うん、いろんな物語、創始を、耳で聞き、文字で読み、そして絵で理解し、まあ、分解をしていろんな形でそれを知ることで、まあ、当時の人たちは共通の話題であったり、まあ、素養というものを身につけるということはとっても大切だったわけですが、第9の資料ですね。そうですね、だからこの絵を見て当てていくんですよね。そのどこの歌ですかとか、はい、そうです、それはその文字だけじゃなくて絵を見て、はい、それでもしかしてそれが茶化してだったりとか、はい、すごい楽しいですよね。この屏風も、うん、荻野宗士の一つでして、これは、17世紀の、まあ、初期に、書写されたと思われる奈良絵本の行詩を6曲一層の屏風に貼り付けたものですね、うん、まあ、貼り混ぜ屏風というふうに、うん、読むわけですけれども、屏風のそれぞれ の側面に2枚の紙が上下2段に貼られているわけですね。でそれぞれに3つの奥義、3種の歌が描かれていて、12枚の紙で総計36組の奥義絵と歌があるわけですね。ただ見ててとっても気持ちよいのですけれども、ずっとこう入っていきますと、あ、この歌とこの絵はどういうふうに関係をしているのか、ちょっと珍しいところが柳が描かれているわけですね。これは荻野宗士の中ではかなり珍しいものと、まあ、先行研究では指摘されているわけですね。いや、なんか青々とした柳の景色が春ですよね。そして雪がこう積もっていて、残雪の冬の柳も描かれているので、まあ四季を描き込もうとする、やはり日本のこの屏風絵の季節の時の移ろいというものをまあ捉えようとしているという、配置をする上でも工夫をしているということが言えるわけですね。でこの歌、この絵はですね、桜がお盆の上に敷くに、はい、を振ってますね。知ってるんですね。歌の内容をその絵でこう暗示をするということがあるわけですね。この世界観の面白さといえば、エクフレイシスという言葉ありますけれども、はい、西洋の文学でも、たくさん例がありますね。例えばブロイゴのミューゼデボザールという、はい、イクラスの通訳の絵が描かれている、海の中にこのちょっと入るところ、ね、有名な油絵ですね。そう、足が飛び出ているわけですね、はい、でそれがオーデンという、イギリスの詩人は、はい、その絵に対してポエムを書いているわけですね、はいはいはい、でもこれが逆ですね。はあ、これは詩、ポエムがあって、はい、ポエムについて絵を描いているわけですね、はあはあ、で西洋では絵があって、うん、でそれについてポエムを書くわけですね。はあ、なるほどね。だから日本文学の古典文学も、うん、とてもエクフレイシスの世界観がありますけれども、うんうん、西洋の文学と真反対の考え方なんですね。うん、館長は翻訳家としてのお顔はありなので、うん、その今回翻訳家として、うん、このプロジェクトはいかが思われましたでしょうか。あ、そうですね、まあ、私は最初から、まあ深く関わるというよりも伴走してたんですね。遠巻きにずっとこう状況を見てて、ワークショップも含めてそれからこう練り上げていく、まあ、皆さんの姿を見てとてもやっぱり感動したんですね。私の自身の経験からすると、歌を、まあ、文字としてすでにこの活字になっている文字を翻訳していくのと、原本を実際に見て絵と合わさったものとして翻訳していくことがかなり違う営みだなというふうに思いました。これはやっぱり苦労が多いなという、ことは50数種翻訳をしてくださっているんですけれども、それ一つ一つがパターンが違うんですね。一つ一つ本当に工夫をしながら、そして時間をかけながら、おそらく寝かせて発酵させながら長い時間やっておられたわけですね。それはやっぱりこのプロジェクト、この作品ならではの多分時間だったと思うんですね。私はかつて歌詞を翻訳したことがあります、はいはいはい、で現在も歌い手としてのその方が自身が作った歌詞を翻訳しましたので、はいはいはい、でちょっと似てるところがありまして、
歌手のその個性、うんうん、声とリズムやメロディー、に英語の読者はそこには、一緒に聞くことはできないので、一度楽曲のリズムや、はい、メロディーから切り離して、はい、考えるということをしたんですね。私の場合は音楽と言葉、マグネットさんの場合は絵と、はい、言葉、この組み合わせによってそこから、古いしかし新しい言葉の世界をこう紡ぎ出していく、ね、言葉だけではないですね。ないということですね。やっぱり、ね、いろいろ別のものが関わってきますね、うんうん、最後にぜひ聞きたいんですけれども、うん、この3年にわたる、はい、プロジェクト共同プロジェクト、に携わることによって、うん、そして今、振り返って、うん50数種の素晴らしい英訳ができているわけですけれども、うん、我々と一緒に、うんこの深い秋草の中に、はい、踏み込んで、はい、一つ一つこう翻訳をするということは、うん、マグネさんにとってどういう経験であったのか、うん、自分にとってどういう意味があったのかをぜひ聞かせていただきたいです。もともと思っていたことは日本語という言語に数えきれない同音異語が存在しますね、はい。でそれはその言語的にとても特徴的であるわけですね、もともとですね。でそれを日本の文化に持ち入れて使われるようになったのは和歌の世界ですよね、はい、一番最初に見れるのは万葉集ですね。万葉集からですね。で万葉集は実はすごくレトリックに満ちた作品でもあるわけですね、うん、でずっと平安とか明治時代まではそういう何て言いますか書き言葉とか、うん、その習字法とか言語とかそうですね、はい、で要するに和歌が開発した世界観なんですね、うんうん、で今度はその扇の草子の世界の中では四角書き言葉があるわけですね、はい、要するに先ほど見せたカササギの絵は、はい、2つの言葉の遊びによって成り立った絵なんですよね、うん、書き言葉や言語がそうこうビジュアルの世界に展開していく飛び降りてくるんですね。そうなんですよね。だそれはすごいことだなと思いましたですね、うん、でこれを今度英語を訳することによってこの面白い文化を世界に発信することによって、うんうん、また新たな文化が生まれたらいいなと。あ、生まれるかもしれませんね。こういうことこの発想世界観、はい、思考そのものを発信することによって それぞれの地域の言葉や伝統にそれを少しこう応用してそうです、ね、何か新しい価値を創出することができるかもしれないですね。